スタートしました。さて一戦になりました。わずかに目白ドーブルダッシュがついていません。外もありまして、バーボンカントリー、まずバーボンカントリーが行きました。正面スタンド前にかかります。宝永コスモスがこれを追って2番手、3番手差がなくファッションショーです。目白ドーベル、その後ろに取り付きました。内からアブクマポーロ、4、5番手。そして谷のタバスコ、その外から上がっていきました。ヤシマソブリン、後方から3投目。インターユニー、後方から2投目。イブキインターハイ、最後方です。淡々としたペースになりました。目白ドーベルが正面スタンドまで一気に行ってしまいました。目白ドーベルが今度は先頭に躍り立とうといった勢いです。バーボンカントリー、わずかに先頭か。目白ドーベルがかわしていきそうです。目白ドーベルかわして先頭に立ちました。2馬身のリード。バーボンカントリー2番手。宝永コスモスが3番手。意外な展開になりました。その後ろファッションショー固まっていきますが、内から谷のタバスコ、アブクマポーロ、現在5番手の体勢で第2コーナーカーブ。あとはヤシマソブリン、インターユニーク、最後方から宝永コスモス、こういった体勢です。目白ドーベルが先頭でリードは1馬身半ぐらい。バーボンカントリー2番手、宝永コスモスが今度は並んでいきました。2番手の外に合わせていきました。ファッションショー4番手、前半 1000m1 分4秒ぐらいで通過。目白ドーベル先頭です。リードは1馬身ぐらい。これを追って宝永コスモスが2番手、3番手ですが、内を通りまして9番のバーボンカントリー3番手に控えて、4番手ファッションショー差がありません。残り 1000m 通過。あとは5番手谷のタバスコ、1馬身半で、3番のアブクマポーロは後方から4投目、外からインターユニーク、そしてヤシマソブリン、その内から接近しているイブキインターハイが現在最後方で800の標識を通過。第3コーナーカーブ、先頭は目白ドーベル、リードは1馬身半ぐらい。これを追って単独2番手宝永コスモス、内から徐々に接近する9番のバーボンカントリー、ファッションショーも連れて上がってきました。アブクマポーロは徐々に外に出して600の標識を通過。インターユニーク、谷のタバスコ、ヤシマソブリンも徐々に上がってきた。各馬一段となった。1頭だけイブキインターハイだけ離れて第4コーナーカーブ、目白ドーベル先頭。第4コーナーカーブ、目白ドーベル先頭で400の標識を通過。宝永コスモス接近する。外を回りました、アブクマポーロ、インターユニーク、そしてその内側からファッションショー。第4コーナーから直線に入った。目白ドーベル突き放して1馬身半、2馬身のリード。内から9番バーボンカントリー、200を通過。宝永コスモス粘っている。ヤシマソブリン、インターユニークアブクマポーロは後方だ。先頭は目白ドーベル、ヤシマソブリンが2番手に上がってきた。目白ドーベル、ゴリ2番手、ヤシマソブリン3番手、内から宝永コスモス、外インターユニーク。